東、張馬港は、兵庫県明石市、加古郡張馬町、加古川市、高砂市にまたがる港湾である。港湾法上の重要港湾に指定されている。1963年11月に、それまでの二見港、別府港、高砂港、伊保港、曽根港を統合する形で開港。東、張馬港は、張馬灘北東部に位置し、明石市、加古郡張馬町、 加古川市、高砂市の地先水面、東西約14キロメートルを港湾区域とする重要港湾である。その歴史は313年に慶光天皇の御世として開発されたあえつに始まったと言われ、安土桃山時代に入る頃には洋港として金物を中心に多くの物産が輸出された。また、江戸期に入ると姫路藩主であった。 池田照正によって、旧、高砂港に、高砂掘堀川が掘られ、加古川周運により高砂は、姫路に次ぐ針間の都市として栄えた。高度経済成長期に入り、東針間地域が、工業特別地域に指定されると、二見港、別府港、高砂港、伊保港、曽根港の港が統合し1963年島、針間港が誕生した。 これを契機に沿岸の港湾改修が進められ、東、張間港は近代的な港へと生まれ変わった。現在は加工、組み立て型企業が多く立地しており、西に隣接する国際拠点港湾の姫路港とともに、張間臨海工業地帯の中枢港湾として重要な役割を果たしている。2018年現在の東、張間港における 港税は次の通りである。内房対応の公共岸壁がある。また小型船の施設として、ボートパークや、漁業施設が整備されている。水深10から12メートルの公共岸壁があり、建設重機を取り扱う北米航路が就航している。神戸製鋼所加古川製鉄所が立地しており、鉄鉱石や石炭が輸入されている。化学系の企業が立地している。また 自然環境の回復を図る浸水型の緑地として、高砂海浜公園が整備されている。エネルギー関連の企業が立地している。ありがとうございます。